愛子さまは今年4月、学習院大学に進学されます。予想に反して、国際社会科学部ではなく、文学部、日本語日本文学科でした。その真意は、以下本文。12月末に、愛子さまが、文学部、日本語日本文学科に内定されたと聞き、とても意外に思いました。文学部の私学科は、候補の一つとして報じられることがありましたが、これまで一度たりとも日本語、日本文学科の名前が挙がることはなかったからです。そう語る学習院関係者は驚きを隠さない。今年3月に学習院女子高等科を卒業される愛子さまは、今年4月には大学へ進学される予定だ。学習院女子高等科では、約3割の生徒が学習院大学以外に進学します。眞子さまや佳子さまの国際基督教大学など、近年では皇族であっても、学習院以外を選択されるケースも増えています。これまで、愛子さまの進学先候補については、東京大学、一橋大学、上智大学などが報じられてきました。しかし、昨年の夏休み前の外部受験希望者のための説明会にも愛子さまのお姿はなく、内部進学説が濃厚となったのです。本試行室担当、近重幸也記者。学習院大学には5つの学部があるが、これまで関係者の間で最有力候補とされていたのが国際社会科学部。学習院女子高等科の保護者は次のように語る。国際社会科学部は16年に開設されたばかりの新しい学部で、女子高等科からの内部進学生にも一番人気があります。3年生の秋に志望先を第1から第3まで提出するのですが、国際社会科学部は第1志望にした生徒でも成績が優秀でないと進学できないほどです。愛子さまが高等科2年生の夏休みにイギリスの名門イートン校に短期留学されたことから、国際社会科学部に進学される準備ではないかと評判になり、愛子さまと同じ学部に入りたいと同学部への志望者がさらに増えていました。しかし、最終的に愛子さまが選ばれたのは文学部、日本語日本文学科だった。学習院大学はホームページでこの学科について次のように紹介している。本学科では古代から現代に至る日本語日本文学を中心とする日本の文化日本語日本文学系および日本語教育日本語教育系に関心のある学生を受け入れ、研究と教育を行っています。女子高等科の生徒たちは、秋に志望届を提出した後、保護者も交えての先生たちとの面談を経て、12月20日頃にそれぞれ内定した学部を通達されたという。この過程で判明したのが、愛子さまの進路変更だったのだ。雅子さまは昨年12月9日の誕生日に際して発表されたご感想で、愛子さまの今後についても綴られていた。これから高校を卒業しますと、今まで以上に様々な経験を積み重ねながら視野を広げていく時期になると思いますが、これからも感謝と思いやりの気持ちを大切にしながら、いろいろな方からたくさんのことを学び、心豊かに過ごしていってほしいと願っています。愛子さまは、雅子さまの言葉通り、新しいステージでも輝かれるはず。愛子さまが、日本の文化、日本語教育にご興味を示されたことは、とてもいいことですね。最後までご視聴ありがとうございました。ご意見ご感想をいただければ幸いです。